こんにちは、川村まなみです。自分の、お久しぶりでございます。ちょっと緊張しますね。今日ご紹介するのは、取りためていた自撮り写真を、アルバムにしてみたということで、それを見せびらかすという動画でございます。このような感じで、このような感じでですね。はい、だいたい何ページあるかって言ったら、何ページだ、70ページほどになりました。どうもお久しぶりでございます。じゃあどんな感じか見ていただきましょうか。マドンナマナミというね、私の新しい野望でアルバム名を作ってみました。セルフポートレイトですね。全部私です。すべて私でございます。こんな風にね、文字も入れることはできるのです。私の中にいる私、無限大という形で始まってみましたが、あとは文字入れるのが面倒くさくなったので、すべて、写真オンリーで攻めております。こんな風にね、見開きな感じ。ちょっと、ボケますね。こんなね、こんな感じ、こんな感じ、ね、夏ですね、夏な感じですね、ほとんど服は。今巷にはいろんなフォトアルバム屋さん、ネットで自分で写真をレイアウトして発注できるっていうシステムがありますが、いろいろ見た中でこちらの低層が一番紙質とかも良かったので、あとレイアウトの感じとかシンプルで、こうなんていうのかな、おしゃれな感じでなるので、こちらを選んでみました。どうもお久しぶりでございます。どなたが見てくださってるのか一応分かるようになったんですね。嬉しいですね。70ページありますが、全部私の自撮りという、アルバムを作ってみました。というか、まあ、写真集ですよね。自分の写真集を作ってみたっていうことになりますが。なんか初めて見た人からすれば、なんだそれはっていう感じなんでしょうけども、私としては、まあ、ここ数年自撮りをしていたものでいっぱい自撮り写真データがあるんですね。で、それをただこう好きなようにレイアウトしただけなんですけど、まあ誰が見て面白いかっていうのはどうなんですかね。でも届くのは楽しみでしたよ。自分の写真集が届くっていうのは なかなか面白いものなんだ。こうやって手元にね、本としてできるとまたこうなんていうのかな、伝わるものがあるというか、こうパソコン上のネット上の写真
画像を見るのと違って、こうやって本に印刷される、紙に印刷されて本になるっていうのは、なんか劇的ですよね。そんな風に、するなんてことないじゃないですか。そんなこと絶対しないっていうか、まあ家族写真だったらあると思いますけど、自撮りをこうやって写真集というか、まあ写真集ですよね、にするっていうのって、まあ今自分で見てもふーんって感じなんでしょうけれども、いやなんですよ、ふーんなんですけど、またこれが5年後10年後見たらちょっと面白く感じるのかなあ。まあ、私としてはもう自撮りが見慣れているので、自分の、まさらこう何ってないんですけど、初めてやった人からすればなかなかの刺激的なことですかね。全部で70ページありますが、まあ、写真は1ページに2枚とかついてたりするので、おそらくもっとあるんだと思いますね。写真が多すぎるので、本当にもう考えて選ぶっていうよりは直感で好きとかいう感じでただただ入れてレイアウトしてった感じなんですけど、まあ、それでもレイアウトは結構前後の関係を考えますね。歌のアルバムと同じっていうか、曲順を決めるのと同じような多分感覚で、強弱と言いますか、ちょっとピントが。強弱的なこととか、間とか、あ、いやーん、出ました。私の、セミヌード。まあ、パンツ履いてますけどね。このシャツを羽織って、シャツとパンツだけっていう状態で、この椅子のスツールの背の部分でちょうど、まあ、見えないっていうような感じで、足が長くなるような、ポジション、まあ、座り方っていうんですかね、そういうのでやってますけどね。これも割と最近目の、写真ですね。はい、はい、最近セールで買ったお洋服、バナリパブリックだっけ？バナナリパブリック？そこで買ったトップスね。これ春頃撮ったのですね。と言ってもまあ6月かな、さくらんぼが登場してますんで、私のおじさんがさくらんぼ農園やってるんでね、毎年送ってきてくれますので。さくらんぼ、まあ、こうやってなんか果物とかね、お花とか生きてるものと一緒に撮るとまた色が添えられていいもんでございますよ。見開きとかね、こんな感じで、じゃじゃん、これはね、フルヌードなんですよね。だけどまあレースの布を持っているので、まあほぼまあわからないという感じ。こういうのね、アップにして多分見たりすると思うんですけど、まあ見ても重要な部分は あんまり映ってないですね。これ意外と好評ですね、この写真は。こういう、なんていうのかな、
決めてないのがいいんでしょうね。まあ私もそう思います。自分で見返した時に決めてない写真の方があれこれいいじゃんっていうというねことが、これも全部自撮りなんですけど、何にもなくてもこのぐらい普通に笑えますから。別にこうやってちょっとこう拗ねたというかね、これ顔もとかもなんかできるようになるもんですよ。イメージ、自分の中でイメージっていうんですかね、感情をイメージしてるっていうかね、そういう気になっているっていうね。人の自撮りをこんなに見せられてもなんだって感じだと思いますが。まあ自分の表情いろいろあるんだなっていうのが発見というかね。っていうかこれは自分なんだろうかみたいな。っていうか、まあ自分なんだろうなっていうか、あ、こういう人がいるねっていう感じですかね。あ、私はこういう顔でこういう体で生まれてきている人間だっていう感じですかね。なんか自意識っていうのがちょっと違う感じになってくるというか、私の自撮りでございます。自撮りを見せびらかしているという、そういう動画ですね。お化粧とかでも結構顔が変わるのでね、それも面白いなって思って、お化粧も毎回どうしようかなと思いながらやってますね。ってな感じでございます。自分の写真集作ってみたよーっていう見せびらかし動画でございました。お付き合いありがとうございます。ではね、さようなら。